ラザロの魂が死後天使によって天国に運ばれ、金持ちの魂が悪魔によって地獄に連れて行かれ、拷問される様子を示す11世紀の絵画。金持ちとラザロは、イエスキリストの例え話に登場する、対照的な人物である。金持ちは、紫の衣や細目を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた、紫の衣とは大祭司が着る衣装で非常に高価な、 ものである。ラザロという名前は、ヘブル名ではエルアザル、神が助けてくれるという意味である。アブラハムの懐は、ユダヤ人の神話に登場するの憩いの場を指している。金持ちとラザロの例え話は、新約聖書、ルカの福音書に登場する、イエスキリストが語った例え話である。貧しい病人のラザロに対し、 同情心を持たなかった、ある金持ちの死後の世界での末路について語られている。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細めを着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、ラザロという貧乏人が全身きもので覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。 その上、犬が来て、彼の出来物を舐めていた。この貧乏人がついに死に、ゴシたちに連れられて、アブラハムの懐に送られた。金持ちも死んで葬られた。そして光線にいて苦しみながら、目を上げると、アブラハムとその懐にいるラザロとが、遥かに見えた。そこで声を上げていった、父、アブラハムよ、私を哀れんでください。ラザロを、お使わしになって、 その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみも耐えています。アブラハムが言った、こよ、思い出すがよい。あなたは、生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは、彼は慰められ、あなたは苦しみも耐えている。そればかりか、私たちと、あなた方との間には大きな淵が置いてあって、 こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った、父よ、ではお願いします。私の父の家エラザロを使わしてください。私に五人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように、彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った、彼らには、モーセと預言者とがある。 それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラハムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ、行ってくれましたら、彼らは悔やらためるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。ルカ十六時十九分十一。交互約聖書ラザロと、 金持ちエドゥアルト・ホンゲープ・ハルト例え話に登場する、物乞いのラザロの名前は、エレアザルというヘブライ語をギリシャ語に改めた呼び名で、神は我が助けという意味である。ヨハネの福音書、第11章に登場するベタニアの姉妹、マリアとマルタの兄弟のラザロとは関係ない。金持ちは、紫の衣や柔らかいアザブを身にまとい贅沢に、遊んで暮らしていた。 これは立法学者やファリサイ派の人たちの風貌をも連想させる。そして金持ちの家の前には出来物だらけの貧しいラザロがその家から捨てられる残り物を食べて空腹を満たそうと座っていた。犬がやってきてラザロの出来物を舐めていたがその金持ちはラザロを思いやることはなかった。ラザロは亡くなりお使いたちによって ユダヤ人にとっての信仰の父、アブラハムのいる世界に連れて行かれ癒される。そして、金持ちもなくなるが、彼は光線に下り燃える、炎の中で苦しみ、預言者たちの言葉に耳を傾けなかった、生前の生活を悔やむ。そして、せめて自分の兄弟たちが同じ目に合わないように、ラザロをそこへ使わせるようにとアブラハムに願う。しかし、アブラハムは、 モーセと預言者がいると語り、そのようなことをしても、悔い改めることはしないだろうと厳しい言葉で金持ちを戒める。この預言者には、イエス自身も含めて語られており、イエスが教えを語り、悔い改めを促しても彼らは一向に耳を傾けないだろうという意味が込められている。イエスはこの例えを語る前に、不正な管理人の例えを語って、 神と富の両方に仕えることはできないと教えていた。その話の一部始終を聞いていた、金に執着するファリサイ派の人たちが、イエスを嘲笑った。イエスは彼らに対しての批判を込めてこの、金持ちとラザロの例えを語り、彼らをラザロに対し何の哀れみも持たなかった、金持ちに例えている。そして名誉と富に執着し、哀れみの心、すなわち貧しい人々や、 弱い人々を愛する心を失うことの危険性を警告している。そして、その警告は、またいつでも悔い改めへの招きの言葉でもあった。ありがとうございます。